審査されたデータがアインクラッドに実装され使用可能となっています。もちろん必要以上のデータ改変がないようリミッターはあるはずですが、それが作動しない可能性があります。そして推測ですが、このアップデートは実施されればかなり危険です。はい、規模、データ量は全く異なりますが、ホローエリアは本来、アインクラッドと対をなす、未接続のミラーサーバーのようなものだと推測されます。このようなエリアは、まだ点在すると思われますが、75層のクリア時に、このアインクラッドとホローエリアのみ接続され、開示された可能性が高いです。本来、ホローエリアのみに存在する AI データの ID が、アップデートの上書きによりメインとなってしまうようなことがあれば、ホローエリアで起きたことと逆の現象がアインクラッドで起こる可能性があります。そうです。おそらく、プレイヤー ID が削除された上で、同じ ID のホローデータがアインクラッドに実装されます。プレイヤーが生存しているという情報は維持されるので、死亡扱いにはならないと思いますが。想定される最悪なケースとしては、こちらの状況の方が深刻です。先ほどにもあったように、ID の重複チェックシステムの認識が逆に働いてしまい、それを修復しなければならないエラーとして認識してしまうケースです。はい。本来アインクラッドには、ホローデータが存在しません。アップデート終了後、カーディナルシステムが大量のエラー修復のため、プレイヤーのホローデータを作成し、上書きしてアインクラッドに実装してしまう可能性があります。あくまでもこの状況下における、実際にアップデートされるまで、この推測が正しいかはお答えできません。パパ、お役に立てなくてごめんなさい。ゆいちゃん、ありがとう。なら、私たちがやることは一つね。うん、絶対に。パパ、ママ、二人とも同じ顔してます。はい、すっごく頑張ろうっていうお顔です。うん、だって私はキリト君とユイちゃんと現実世界に帰るって決めてるから。パパ、
早速調べてみますね。今プーのプレイヤーデータを参照しているところなのですが、どうやらプーはパパを罠に陥れた後、大行動の次のエリアに進んだようですね。いえ、プーは次のエリアに行った後、寄り道せずにボスへ挑戦しています。そしてボスを倒した後、管理区に移動して、そこから数日間動いていません。その後はフィディアさんがいた場所へまっすぐ向かったようです。もしかしたら高位ユーザー権限を使ってプーが隠蔽をしていたのかもしれません。はい、パパ、すぐに向かいましょう。あ、キリト、あれ？その女の子は？あ、もしかしてその子がユイちゃん？はじめまして、フィリアさん。ユイちゃんがいろいろ調べてくれて、私を助けてくれたんだよね。え、そうなんだ。いろいろありがとうね。私もみんなも、フィリアさんがアインクラッドに戻れると信じています。必ず向こうへ帰りましょう。そう言ってもらえて、勇気が出てきちゃった。変化はないですね。じゃあここには手がかりはないのかな。あ、ちょっと待ってください。コンソールメニューの深い場所に管理区の地下に関する項目が出現しています。はい、中央管理コンソールは管理区の地下の最上部に設置されているようです。本当に？やはりプーが高位ユーザー権限を使って隠していたのかもしれません。じゃあプーがいなくなったからその項目が復活したのかな。その可能性が高いと思います。あ、パパ、すみませんが話にはまだ続きがあります。管理区の地下に入るにはある条件が必要なんです。実はこのホローエリアの全エリアのボスを倒さないと入ることができないんです。はい、プーも全エリアボスを倒してから中央管理コンソールへ向かったようですし、抜け道はないと思います。でも管理区の地下に中央管理コンソールがあるって分かったし、そこへの行き方も分かったんだから。お、
んたがこうやって呼び出すということはかなりの大事件なのね。例のホロエリアについて。何が起きるの？アップデート？何ですか？何がアップデートされるのかな？じゃあ、みんなで逃げないと！計画が実行される前に、みんなで街の中に入るのはダメなんですか？はい、パパ。確かに、どこにいてもデータを上書きされたらおしまいね。ということは、止める方法がキリト君には分かっているの？それなら、まだ可能性はあるのね。やるしかないわね。やらなければ終わりなんだから。うん、私にできることがあったら何でも言ってよ、キリト君。はい、オレンジギルドの人なんかに負けません。キリトさんがいればきっと大丈夫です。武器や防具はしっかりメンテしてよね。出かける前には必ずうちの店に顔を出すこと。それと他の人にはどうするの？そうね。そういえば、ずっと気になってたんだけど、アスナはどこに行ったのよ。ずっと姿が見えないけど。ちょうどお話も終わった頃かな。はーい、皆さん、今日はママの作ったごちそうですよ。まったく、いきなり言われても食材揃えるのが大変なんだがな。ごめんなさい、ヤギルさん。俺はどっちかっていうと作戦会議に参加するべきだろ。仕方がないだろ。食材を集めるにも人が必要なんだ。クラインのおかげで美味しい料理ができたわ。ありがとうね。ああ、アスナさんに頼まれたら断れないからな。しかしいいのか、こんなにのんびりしてて。アインクラッド全体に影響を及ぼすデータの実装となれば、早くても数日の時間がかかると思います。そういうことだったら、焦るよりもしっかり準備を整えないとね。というわけで、私とエギルさんが腕を振るいました。決起会ということで、今日はたくさん食べてね。美味しいですよ。わあ、すごいごちそうです。これはまた豪勢だね。お代は当然キリト持ちなんでしょうね。キリト君、ありがとう。いただきます。ああ、何ですか、パパ。システム的にはノーです、パパ。ただ、もし可能性があるとすれば、感情データが AI に影響を与えているパターンです。はい。ナーブギアは装着者の感覚や運動に関する信号だけでなく、感情も読み取ることが可能です。その感情データはカーディナルシステムが常にモニタリングしています。私は本来、そのモニタリングデータをもとに、プレイヤーのメンタルケアを行う存在でした。はい、パパ。信号を発したプレイヤー ID はもちろん、発生した時間や場所、その時保持していたアイテムに至るまで、カーディナルシステムのモニタリングは行われています。
すがパパですね。私が言いたかったのもそのことです。収集される感情データの多くは恐怖や悲しみなどの負の感情でしたが、中にはパパとママのように安らぎや喜びなどの特別な感情も存在することが確認できます。そして時には予想もしない感情データも。少しはお役に立てましたでしょうか、パパ。
キリト。